今年もこの地図がやってきましたね。やってきましたね、はい、年末感がありますね。そう、年末感ありますね。毎度おなじみ先取りランキングトップ5をやっていきます。おなじみですね。はい、じゃあ初めにね、お知らせとしてね、実はね、はい、はい、2022年今年でブルーラブ卒業するので、これがね、うん、最後の YouTube ですね、になるってことでね、お疲れ様でした。ありがとうございます。ウエンツから何か一言あればこの場を借りて、どうぞどうぞ。はい、じゃあ、はい、あ、すいません、南米に1年間あの野宿しに行くんで。本当に南米？本当に南米、南に米で書いて南米に行くので、皆さん見守っていただけると頑張って生きて帰ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってくれ。お世話になりました。頑張ってくれ。南米に行ってる様子はウエンツのインスタグラムとかで見れるんですか？インスタグラムで見れます。あ、わかりました。はい、フォローします。応援します。してまだしてないまだしてないんで、ね、してますから。でまだ、まあ、あの悲しいね、もうお別れじゃないんで、はい、うん、今日は楽しくやってってね、はい、締めてもらえばいいと思いますし、うん、ウエンツは来年ちょっと答え合わせできないと思うけど、はい、YouTube で見ます。ぜひ、はい、楽しんでやっていきましょう。はい、はい、はい、じゃあ来年何来るかって予想してもらう前に、うん、去年予想したやつの答え合わせをね、はい、毎回しているので、はい、まず早速やってみましょうか。はい、します。まず去年予想したランキング、2022年のランキングを出してください。2021年の年末に間違えて出すと、そうだから2021年の年末に予想した2022年はこれが来るのランキングを出してください。はい、お願いします。はい、じゃあ、じゃあ、同じだ。1年ぶりに見ましたね。そうだね。どうなんでしょうね、これは。はい、100年前から来てるよってやついじりましょうね。本当だ。では下からじゃあ、はい、答え合わせしていきましょうか。いきましょうか。はい、カラウタね。カラウタ、どうでした？どうですか？今日はウエンツとセント君、各店のメカニックに来てもらってますけど、はい、どうでした、はい、使用頻度としては。はい、おや？いや、まあまあまあ、もちろん使うんですけど、使うは使うけど、すごいよく使ったなっていう感覚はない。なかったね。だからさ、その中でもさ、例えばカラーアウターの中でも、はい、まあ、僕らのお店だったらおそらく日線さんのケーブルのことを言ってると思うんだけど、はい、日線ケーブルの中でもこの色はよく使ったなみたいな色あったの？あんなに豊富なカラーリングの中でもこの色はなんか特に多かった、ね。クリア、もうクリアとかブラックのクリアは、うん、カラーではない。あ、いいよいいよ、いやいいよ、いいよ。あれはめちゃくちゃ使います。スモークとかクリアブラックって言うんですか？苦しいな。あれは結構厳しいね。クリアブラックとクリア抜きにするの厳しいね。厳しい。あれ抜きにしたらあんまりあれはめちゃくちゃ使います、ね、あれは使いますね。ピンクとかブルーとか。でもネイビー意外と使います。あ、そう、はい、デジタル俺は言っといて全然使ってないんだよ。またそんなことだ。意外と使うのはベロオレンジのグリーン使うんですよ。あれいい色だな。ブラウンとか。あれいい色だってさ、いい、ね、最近フルアウターのバイク多いからさ、足りない時はない。あ、そうか。そうなんですよ。あ、そうなんですね。そうだから、あの色でね、長いの作ってもらいたいって思って。おー、商品提案。なるほど。日線テーブル、どう？色を問わずで使ったって考えたら、地球一周分ぐらい使ったかな、3点。4万キロぐらい。あ、そうですね。全然合わせればお前何も考えてない。そうですね。オンラインスター、オンラインスターどうでした？ あれって売れるんですか？そうそうそう、売れる。メートル単位でね、そうそうそう、僕ら販売してるんですよ。どうでした？うん、まあ結構ね、あの 色も4万キロ単位で売れました。4万キロ単位、4万キロ単位。でも結構そう、切り売りでね、あの買ってきていただける方は、でまあ、ご要望もあったので、その出てないよね、今まで出てない色もあったので、なんだ、なんかライトブルーみたいなのか、ピンクみたいなのか。ニセケーブルさんすごく色、すごい色、僕実は気になってる色あるんですけど、あれでオンラインストアの方にちょっと相談するとラインナップ増えちゃって、ね、そうなんだよね。そう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 、いっぱいあるから。そう、でもそうそう、来年はちょっと、あのちょっとおねだりしてみようかなと思います、うん、そうですね、シフトの方と合わせて、そう、はい、カラー増やしているんで、はい、結構出てます今。じゃあまあ当たりっすね。正解だ。本当に？ 5位の正解、まあ、5位の正解だったら正解でしょ。まあまあまあ、そうなの、はい、でバッシュガード、はい、じゃあ用意、はい、行きましょう。バッシュガード、バッシュガードどうでした？ね、来たじゃないですか。使ってたっすね。めっちゃつけたね、うん、めっちゃつけました、ね、うん、あのトリプルクランクの外側外して1枚つけ、バッシュガードつければ、はい、もうなんつうの、
バイクカタログ見てもらったら分かると思うんです、うん、結構な頻度で使いましたね。もらったかもしれないし、うん、あの僕らが電話する、まあ、去年の動画見てもらってかなのか分からないですけど、僕らが提案する前より先にお客さんからね、うん、あれ捨てたいですみたいなのもあったから、はいはいはい、いい場面結構多かったなと思う、ね、どうですかね。そうね、なんか西君ほら昔のオールドマウンテンバイクとかも好きじゃん、はいはい、まあ好きですね。変な柄のバッシュガードとかあったじゃん。ありました。どうその辺の企画やってみては。確かに。いや、花柄のやつとかありましたね。あのトカ、ね、トカゲの柄がダーってなってたとかさ。炎とか炎とかさ。どうあ、欲しい。捨てないか。俺欲しいです。104PCD とかで作ってほしい。104PCD。4ケツ。どう考えさせてください。前向きに検討を重ねて検討して、はい、検討の循環、検討に検討を重ねて検討したい、検討したい、検討することを検討をして、はい、覚えてますよ、サブさん神馬に白い陶器みたいなバッシュガード、あれまだあるんですよ。そう、はい、なんか灰皿みたいなプリントしてあるやつだ、なんか画像差し込まないとじゃんかよ、なんかハイビスカスみたいな柄があれいいんですよね、あれかすげーかっこいいな。 あれどこなんだろう、わかんないです。ちょっと行かなきゃ、神山久しぶりに写真撮影で、そうだね、ついでにじゃちょっとチェックしようかな。お願いします。じゃあ4位も当たりですね。これは当たりですよ、これ1位でもよかったです。あ、1位でもよかった。確かに4位でも、あ、確かにいっぱい付けさせてもらいました。はい、いきますか。はい、あ、オンラインストアでもありました、バッシュガード単品買いの人とかいるんですか。ああ、もちろんもちろん、いらっしゃいます、いっぱい、うん、意外とね、あの企画がないというか、あ、まあ、選択肢少ない、ね、そうそう、調数も大きいのか小さいのかであるんで、必ず合うサイズが見つかるみたいなね、はい、そんな感じです。良かったですね。じゃあ、うん、当たりですね、うん、これはいいんじゃない、当たりで正解でピンポンピンポンではい、じゃあ次ですね、3位コースターブレーキどうですコースターブレーキは、まあ、単純に在庫がないですよね。つけましたけどね。そうね、あ、でもそんな優しいね、なんかね捨てましたけどね、これはまあでもそもそも商品としてないですから、ね、まあまあまあ、うん、選択肢一択ですから、ね、そうだね、クラストの何でしたっけ、フロリダマン、フロリダマンぐらいか。そうそうそうだ、ね、あ、でもなんかスチームとかに売ってました。あ、本当、あ、なんかそういえばなかったりしたっけ、スチーム、スチームローラーとか、あとシングルのライトニング、それ去年なんだよ去年さ、ね、スチームローラーにはちょっとつけてない、ね、あ、つけてないですか。あ、ちょっとこれまあまあまあ当たりっすかね、じゃあゆるなんでゆるい、なんでも当たりだな、2、3件2、3件あったみたいな、よくありますっつって、まあこれはじゃあちょっとおまけで、おまけで、あ、本当、いや当てたいんですか、そ, そんなに当てたいんですか、ね、まあまあ、これ来なかったっすね、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 それはね、あの予想したやつが全部来たらね、そうだね、もう商売楽ですもんね、うん、わけないでしょ、ちょっと SE でブーブーって入れてもらちょっとね、これはさすがに無理がありました。はい、次、あれですね、あの、まあ大本命じゃないですか、フォークカスタム、そうだね、これカスタム、これはどうでした、これです、これはありましたね、ありました、なんか具体例とか出ます、今例えばゴリラモンスーンにワイルドのフォークを入れて、ね、うん、まさかの、あれワイルド入荷したの今年、うん、今年です、あ、よかった、今年ですよね、え、あ、今年ですね、か去年のフォークカスタム、フォークカスタムが予想された後に入荷して、ね、はいはいはい、そうですね、もうこれはもう大正解中の大正解なんじゃないかな、ゴリラこんなこと言ってるっつってワイルドさんが、あ、可能性もあります。そういうことか。可能性もあります。本当に YouTube 見て。ゴリラモンスーンとか、他は代々木公園はあれですか、なんかマッシュスチールロードに入れてる車体が、あ、マッシュスチールロードに何件かワイルドフォーク、グラベルフォークみたいに入れてました ね、あれいいよね、あれいいです、本当になんかストレートコラムでさ、はい、うちの自転車との相性もいいし、そうね、 OS ですからね、そう、 OS だし、ね、なかなかない企画で、なかなかない、で、まあ3連打もみたいなね、あの、なかなか効いてるんですかね、他のとこで言うと、ほらなんか同じカーボンだとエンビーとかさ、ウイスキーとかもある、はい、ウイスキーもさ、ウイスキーも使いましたね、だいぶ幅広いよね、ラインナップがね、 OS カンティフォークがいいですね、 OS カンティフォークがいいよね、 OS カンティフォーク、確かにね、クロスチェックとか、あと、うん、なんかハンドメイドでも昔の CX バイクだと、確かに確かに、鉄フォーク入ってるのをっていう人もいましたね、うん、カーボンに変えるとか、昔乗ってたバイクのグレードアップにはね、すごくいいと思いますよね、うん、あと言うと、なんだろう、トミーのすごい
あの熱烈なアルピナですか。そう、アルピナホークね。あのトラックホークでね、あのアフィニティがねオーバーサイズになったのって今年の話、うん、そうだと思う。あ、そう、ね、今年だった。あれ多分早いな、バグっちゃってる。だからまあオーバーサイズになったことによってね、はい、あのカーボンホークに取り入れやすくなったんで、はい、まあ、相性いいんじゃないかなっていうようなトラック用のカーボンホークもね仕入れさせてもらってっていう感じ。トラック用っていうのがミソですよね。ミソですよね。カーボンフォークって基本ロードフォークになっちゃうんで、そうね、そうね。であとはもう本当に去年一昨年ぐらいから引き続きクラストのね人選択もいるし、うん、ああ MB の、うん、違う違う、カーゴホークの話。あ、カーゴホーク、そうかそうか、そうそうね、カーゴホークの話。カーボンからちょっとちょっとね、一回それで、うん、ホークといえばそれもある。カーゴホーク、はい、うん、もちろん、ね、一時期ちょっとね在庫切らしちゃったタイミングがあったんで、はい、なかなか手に、うん、そうね、ね、入れられないタイミングがあったと思いますが、はい、今はあるんじゃないですかね。今もそうね、もう買える状態になっております。なのでね、はい、もうあとどんなカスタムにするかもう考えていただくだけで一番大変なのはそこ。そうですね、私のこのバイクにつきますか。そう、それ僕のこのバイクにつきますか。まあ、そうなんです、ね、ご連絡いただければ ね、 でね、はい、あのできる範囲で、そうですね、はい、お答えさせていただきま す、ね、ぶっちゃけ調子悪いパターンもありますからね、うん、あるあるある、ね、この車体にはね、せっかくやってもね自転車調子悪くなっちゃうんで、ね、僕らもねおすすめはできないパターンもあるからね、なかなかなんですけど。そうですね、はい、仙人君はあれに何乗せてるんですか。あれにサーリーの夢ですか。夢ですねいやいや、まああれは夢ですよ確かに夢しかない、うん、あのフォーク、うん、まあ、サプライさんも使ってますよね。はい、使ってます。夢ですね。あ、そう、サプライさん何積んでるんですか。夢が、え、サプライさん何積んでるんですか。夢です。夢、まあ主に洗濯物を。あ、リアル、はい、リアル確かにいやでもね、洗濯物運ぶの本当にあれですよね、うん、何でもあるし何ならもう布団とか行けますよね。布団もいい。ランドリーバイクだ。そうそう、それだ。新しいジャンルできた。新しいジャンルランドリーバイクじゃないランドリーバイクができる。いいですね。いい話。確かに、はい、これさ、俺不思議なんだけど、カーボンフォークって単品でオンラインストアでもここにいただくケースあるんですか。もう全然ございます。へ、やっぱなかなか弾数がね、あの在庫の数がまあ少なかったりすると、はいはい、あ、まだあるぞなんつって。確かに、まあ、それでね、近くのね、いつもお世話になってるショップさんに持ち込んで、うん、あの、探していただくっていうのも全然ありだと思うので、はい、うん、はい、うん、そんなこともあるし、ぜひぜひ。これはもう大正解。大正解です、うん、もうフォーク買いまくりましたね、今年はね。そうです、うん、じゃあこれは大正解でしたね。はい、ありがとうございます。素晴らしい、はい、1位が結構疑惑ですよ、ね、疑惑かわさと。そうだね、俺来ないことあるか俺来ない外す方が難しい。確かにこれはもう大正解でしょ。そうだね、いっぱい売らせてもらいましたね。いっぱいつけましたよ、いっぱいつけました、はい、うちはね、ウルラグの革サドルのラインナップって言ったらブルックス、はい、ジルベルソ、はい、セラアナトミカくらい、うんうん、そうだね、本革だとそうか、一枚革のサドルって言ったらそうですね、うん、この3つですけど、本当によくつけましたね、うん、本当によくつけました、うん、バイクカタログ見てもらえたら、うん、あのすごく分かりやすいんじゃないかなと思いますけど、うん、なんかセント君お気に入りの、今日あのなんかセント君だけど、はい、お気に入りの革サドルありますか。僕はジルベルトゥ、ジルベルトゥ、ジルベルトゥのアスピン。アスピンね、これも好き。名前もいいっすよ、ね、言いやすい、ね、アスピンあのウエンツ君は何かありますか、カワサドルという。カワサドルはもう旗ヶ谷でバイトしてた時から使ってるブルックスのスイフト。あ、スイフトかっこいいよな、はい、確かに。イメージある、イメージあるっすね。イメージある、おい、なんか昔から使ってる、ずっと使ってますね。ライトニングとかについて、あ、ついてました。そう、よく見てるっすよね。よく見てます、ね、よく見てる。伸びてきて。どんぐらい使ってんのそれ。え、下手したら多分6年、7年ぐらい使ってます。すごい、そんな乗れんだ、そんな乗れんだ。でも、ます、伸びてきたね。ちゃんと締めるやっぱり。締めなんか分かんない、これ気にしてるの俺だけかな。締めるとサドルが長くなりますね。なるなる、なる。それがちょっと嫌なんですよ。伸びたのを引っ張るからでしょ。はい、そうそうそう、なんですけど、だから俺こう開いてきたやつをサドルの下の方に穴開けてタイラップ通してしまったんですよ。なるほどね。まあそういうのもね面白い。はい、ね、桜さんは何かありますか。僕やっぱ B ね、 B17 ですかね、やっぱりね、が、まあ、伸びてきたら、はい、まあ、買い替える。潔い。あれね、そう、普通の方ね、あのシルバーリベットの、そう、スタンダードの、スタンダード、そうですね、あれをまあ伸びてきたら買い替える方向で。あれでも伸びてくるって言っても
よっぽどですよね、5年とか、ま、そうね、確かにね。でも結構ほら雨濡らしてるとね、確かに確かに、ささっと伸びちゃったりして、そう、この伸びてくるの、まあ、何長くなるのか、そうなんですよ、あれね、ちょっとやりづらい、嫌よね、わ、うん、かる、すげえ。僕はもう次 B17 のチタンレール買おうと思って、ああ、ちょっと欲しいです。チタンレール、そんなのあんの？ありますよ。出てるはず。出てないですか？出てないかも。じゃあ、あと出しておきます。危ない。この動画が上がるまでには。そうだね、はいはい。もしかしたらちょっと在庫がないかもしれない。そうね。あるはず。あれいいっすよね。あれいいっすね。あれかっこいい。マジか。っていう感じで、じゃあ、おおむね5分の4で正解だったって感じですかね。いや、ほんとそうですね。そんなに当ててもらっていいんですか？いや、当たってたでしょ。そうですね、はい、3位だけちょっとやっぱり怪しかったね、まあ、怪しいですね、当てる気がなかったね、これはね、まあ、マイノリティですから、絶対的マイノリティですよ、ね、これがメジャーになることは確かにやばいよね、ない革命だよね、はい、そんなところですか、はい、はい、でちなみにウエンツもね、はい、去年は予想してたと思うんだけど、はい、なんだっけあれ、ウイスキーをさっきカーボンフォークでも触れたけど、はい、ウイスキーパーツ工どうでした、いやーやっぱ主にフォークですけど、まあ主にフォークなんで、あ、まああとハンドル、ハンドル、俺ハンドルすごい好きなんで、は結構使ったんじゃないですかね、なんかグラベルバイクみたいなのを欲しいって言ってくれた方に、俺大体ウイスキーのハンドルをまあそうおすすめする、確かに握りやすい、はい、うん、感じなので来たんじゃないかな、去年よりさ、まあ、なんか認知度みたいなのはさ、なんかちょっとずつ上がってるかなとは思うよね、そうですね、かゆいところに手が届く感じがいいですよね、そうだね、QBP というか、あのサーリーのつながりのあるところが企画してるじゃないですか、うん、そういうなんかちょっとこんなの作るみたいな、そうだ、ね、隙間にこうひょっと入ってくる感じがすごい好きなんですよね、まあまあ取り扱いないけどね、やっぱラインナップも多いもんね、はい、リムだったりとかね、はい、ちょトミちゃんが休みなんだけど、はい、小さいチェンリングってことを去年予想してたんだけど、これは多分おそらくトラクロ、はい、そうですね、関係で多分紹介してくれてたのかと思うけど、僕やっぱトラクロやる会場、まあ、白州ぐらいか、ごめんなさい、白州ぐらいだったけど、やっぱ各イベントに行ったスタッフからのさ報告だとか、トラクロってもう年々盛り上がりを、すごいそうですね、見せてるから、まあ、これも大正解でしょ、大正解久々にすごい、あ、ごめんなさい、久々に固定ギア乗り始めたんですけど、あ、最近38兆とか使ってます、あ、38兆、ちなみにどこの？あ、ごめんなさい、全然違う、俺 110PCD 渋いね、薄番薄番あれ、せんちゃんもこの前秋ヶ瀬行って、そう、めちゃくちゃ見てた、あ、僕ブースにいたんですけど、あ、見ちゃった、みんな行っちゃったんで、あ、見ちゃった、あーっつって、あ、みんな行っちゃう、せんちゃんをブースに一人っきりさせちゃうぐらい、さしちゃうぐらい全員出ました、うちの人たちも、私盛り上がります、ね、盛り上がります、もうメインレースって、もうほんと一番盛り上がってたんじゃないかなっていうぐらい、動画見ましたけど人の数半端じゃなかった、半端ない、だからまあこれは多分ね、来年以降も引き続きって感じになるのかなっていう感じで、まあ去年も言ってたかもしれないけど、僕らのラインナップで言うとアーロンの 43T とか、ね、がいいかもしれないですね、 144PCD の 43T、 はい、はい、説明ありがとうございます、まあこれで去年のなんだ振り返りは終わりなので、はい、今日の動画のやっとです、やっと問題です、はい、2023年ですって、未来、ね、もう未来ですね、ドラえもん作られるまでもう100年来てますね、ドラえもんっていつできるんですか、2112年、よく知ってます、ね、ちょっと遠いな逆にそんなことはどうでもいいんで、あのなんで2023年サリドリランキングトップ5をサプライさんから紹介してもらいましょう、お願いします、そうですね、お久しぶりです、皆さん久しぶりです、でんでん、僕もまだ見てないんだよな、そうだよね、うん、はい、こんな感じになってます、5、おお、なんか髪が豪華になってますね。え、あ、本当だ。キャラクターが、キャラクターが、本当だ。いや、そんなことはどあれです。前のがね。はい。前のが。おお、本当だ。ああ、なんか世相が感じられますね、やっぱりね。本当。ああ、本当だ。バージョンアップしてます。どうしよう。じゃあこれを一個ずついじっていこうかなと思います。はい。じゃあ今年も5位から。5位から。ファニアバック。ファニアバック。ファニアバックっていうのはどういうバックですか。ウエンツの見せ方でセンちゃん、そういうのキャリアの横にガチャンって引っ掛けるサイドバックみたいなですね、そうですね、ですね、僕らの取り扱いで言うと
スイフトインダストリーズのジュニアレンジャー、ジュニアレンジャー、あの辺のバックのことを言います、うん、これなんで5位に。そうですね、まず自転車になんか荷物積もってると皆さんね最初にやっぱパニアから入ったと思うんですよ。まあ確かに荷物積もる、ね、確かにハンドルバーバックだって なんかイメージなかったもんね、はい、10年前の自分に聞いてみたら確かにそうですね。まさにそう、俺も一番最初にね、そうあのパニアから始まって、でそこからなんかこういろんなねステンバッグとかフレームバッグとかこういろんなもの出てきて、なんか皆さん多分こう自分のなんかそのなんかスタイルっていうか乗り方とか合わせてなんかこういろいろねこう分かれていったと思うんですけど、はい、で自分も実際そうで、はい、もう全然こういうこと忘れてて、はい、そう最近使わなくなっちゃったんだけど、はい、なんか改めてなんか最近ちゃんとこうね、ランドのバイクみたいなのにこう、うん、もうほんとねお決まりの左右パニアつけてみたいな、そうそうそう組んでるのをなんかたまたまなんかそう街中で、そうなんか今海外の人だったんだけど、はい、そうそうそうがあのなんかもうかっこよく組んで、はい、多分通勤なのかな、はい、前にそんなねパニアバッグつけて通勤するのもなんか大変っていうか、そうですね、なんかあんま通勤のイメージないですね。そうそう、なかなかその想像しづらいんだけど、でもそれをねなんかやられてるみたいで、それはねすごいねなんか逆に新鮮っていうか、あ確かに逆に新鮮ですよね。そうそうなのよ、そうなっちゃって今もう自分なんてもうほらお、ね、バスケットつけて、そうですね、そうバックっぽいみたいな感じで、まあこれが楽かなーなってけど、やっぱでもねあれ見るとちょっとそうパニアもいいかもなみたいなことがありまして、はい、そうでもしかしたらねみんなもちょっとそんなマインドになりつつあるんじゃないのみたいな。パニアバッグは確かに僕もスタイルとして好きですね。ね、そうそうそう、結構かっこいいで、まああとはそのさっき言ったけどそのスイフト、はい、ねパニアがあれもうなくあれ本当ですか。いやわかんない、なんかちょっと聞いた噂によるとね、なんだなんかあんどうなんだろうね、なんかそうそんな話でちょっとチラッとこう唯一のパニアバッグのラインナップジュニアレンジャーが、そうジュニアレンジャーとあとロールトップか、うちだとあーもうロールトップはもう廃盤になってもしかして、そっかそっか、なんかジュニアレンジャーがもしかしたらもしかしてちょっと縮小していくになっちゃうんじゃないかっていうみたいな話が、そうもしかしたらなんかちょっとねボスが欲しいタイミングでね、欲しいタイミングで、そうでなくなるとまた欲しくなるから、あまあ確かにそれはあります、あるうちにっていうのもありますし、僕はもうそのあるうちにっていうのもありますし、サプライさん目利きでこのパニアバッグどうみたいなのがあったら面白いんじゃないかなと思いますね。パニアがねなかなか今逆にオルトリーブとかね、あーいやいや逆分かんないですよね、分かんないですよ、かなり逆いったね、逆に裏のえでも俺うちのグロッサリーパニア好き、ああそうですね、あれだったらなんかあれは逆になんかツーリングって感じじゃないじゃないですか、街使い日常使いの色が強い、確かに。ニゴくんがこの間秋ヶ瀬一緒に自走でいた時にあれに荷物グロッサリーパニア、グロッサリーパニア左右つけて、左右グロッサリー、左右グロッサリー、確かにそれもファビオつけて、ファビオツーリング行ったっすね。何入れてたかは分かんない、トウモロコシじゃなかったこっそり持ってってたんかな我慢せえ確かに、はい、これはありそうですね、スタイル的に、そう、そうなの、ね、なくなってきた頃に欲しくなる、確かに、あのね、カチャンってやるのがね行動がいい、確かに、うん、あれ慣れてるとかっこいいもんね、うんうん、いや、うん、そうなんですよね、パニアバッグ使いこなしてるとかっこいいですよね、確かに、確かに、うん、そうね、そうちょっとクロート感があります、これはなんか当たりそうな気がするな、うん、早くも確かにね、当たったら嬉しいですね、当たったら嬉しいですね、はい、じゃあパニアバッグ、はい、4位、バット、ハテナ、バイク、ファット、これどういうことですか、そう、まあ、ファットバイク、まあね、もうちょっと前になりますけどね、はい、それこそサーリーから、はい、あのムーンランダーとか、はいはい、なんかありましたけど ね、 あの本当あの雪の上、砂の上走れるみたいな、はい、ちょっとかなりもう何エクストリームな、ね、エクストリームジャンル、ね、あの極物系でね 3.8 とか 4.0 ぐらいの一段はタイヤってますよね、そうそうそう、なんかああいうのがちょっとまあ流行ったというか、すごいコアな人たちの間でこう盛り上がった時期がありましたけれども、はい、でまあちょっとねその街乗りバイクとかにもこう落ちてきたりとかして、うんうんうん、あのね、あのドンキじゃないけど、はい、そういうところでまあ売ってたりとか乗られてる方も今いましたよね。いましたね。そこからまあまあ一通り落ち着いて、はい、でもう、ね、まあちょっと懐かしさぐらい確かにそんなことでした。うん、ね、はい、今も乗ってる方にじゃ失礼かもしれないですけど、まあちょっと最近見なくなってきたなと思ってた矢先になんかね、最近ちょっと、はい、面白そうな入ってきましたよね。そうそう、ファットまで行かないけど。はい、
はいはいはい、あれ何インチ ?3 インチとか3インチとかね、もういわゆるのセミファットみたいな、そうですね、そこに落ち着いたんだみたいな、あのちょうどいい、ちょうどいいというか、まあ、確かに、ね、そう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 、結構バルーンな感じね、実際オフロード企画的なそうですね、そうだね、プラスだね、まず例えば得意でしょスケープゴートやっぱりそうね、スケープゴート確かにね、最近の、はい、新しいの出てましたね、最近ね。エバージョンって26で組むとどのぐらいまであったんですか？3ですかね。じゃあまあまあファットバイクというか、うん、まあ、そうね、ミドルファット、言ったら、ね、ガスブーツとかもね、そうですね、言ったらセミファットみたいなとこありますよね。あとは最近ほらあれちょっと前に出たあのほらなんだっけ、なんですか、なんですか、タンタンタン、お、タン、ああああああ、タングルフット、あ、タングルフットね、タングルフット、タングルフット、ムーンシャイナー、ムーンシャイナーは、ムーンシャイナーはこれ全部やったらすげえ時間かかっちゃった確かにやばいね、何インチまでパンパン行こう、ムーンシャイナーは何インチまで入る、ムーンシャイナーあれ一応3、そうだね、 650B の3、そうだね、 650B の3って言ったらもうね、ほぼファットでしょ、ね、ほぼファット、多分もうちょいいけるだろうなっていう目測はしてますけど、ね、そう、まあ、なんかさ昔そのファットバイクってそのやっぱさインパクト、まあ、あの実用性、なんか僕やっぱ北海道の方とかに行くと本当に実用性で買う方も、うん、所有されてる方も多いから、まあ、ちょっと東京でお店やってる目線でのお話になっちゃって申し訳ないんだけど、うん、やっぱインパクトで買われる方も多かったじゃないですか、うん、最近のバイクってやっぱそのなんつうか乗り味も当時のそのファットバイクと変わって、うん、なんか実用の部分も兼ねた走りもできるから、うん、なんかその都内で使ってても大げさじゃない感っていうバイクが多くなってきたから、うんうんうん、なんか取り入れやすいというか、うん、収集しやすくなってるのかな、うん、今はとかって思いますけど、確かに、いやでもあれですね、その本当に太いゾーンもいけるし、はい、ちょっと落としても組めるよみたいなゾーンのチャリが、うん、あ、ね、あとリムも増えましたよね、あ、リム増えた、対応してる、確かに確かに、リムも増えたし、あと紙まで前あってすごいいいなと思ったのが、うん、あのウェンズデーとかアイスクリームトラックとか、うん、もういわゆるサーリーのファットバイクをインチアップして26の 4.0 じゃなくて 27.5 の 3.0 にするっていうのはすごいいい、超いいなっていう思いました。確かにいいカスタム、タイヤもね意外とねなんか増えましたよ、増えましたね、 2.8 とかのサイズ増えました、多いですね、そうなってくるといろいろそういうウエンツが言ってくれたみたいなカスタムもしやすいっていう、うん、いいんじゃないですかね、うん、そう、入れそう、これも来そうですね、うん、なんだったらもう来てる、そうだね、じわじわ来始めてる、整ってる、もう走り始めて走り始めて走り始めてますね、もうこれはもう進み出してる、はい、あとはちょっと背中を押してあげるだけで、そうですね、行きそうですね、コロコロと、ファットバイクだけに、そう、あらあら全然うまくない3位いきますか、3位が一番気になります、はい、ですこれね、これネガティブ圧入、ネガティブ圧入と言いますと、これさっき考えたんですけど、この言葉あ、造語なんですけど、はい、これ実は去年から僕導入してるんですよ、自分のバイクに、はい、あのまあ、よくクリスキングとかで、あのなんだろう、上下色変わっちゃう、あのスニーカーでいうネガティブ履き、はい、なるほどみたいなのを、はい、ヘッドパーツでね、ネガティブでこう、はい、ネガティブとか、はいはい、色変えちゃうみたいな、なるほど、まああるじゃないですか、あります、まあ、お客様とかでも、まあまあちょっと頭がアレな人はたまにやっちゃったりとかね、クリスキングも何個も持ってるみたいな、あ、そう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 、はい、そういう方いらっしゃいますけど、僕がちょっと最近始めたのは、あのこれ本当はっていうか、自転車屋さんだと多分ダメなんでしょうけど、はい、あの上下であの違うブランドを入れちゃうっていうかなって思いましたまず2個買わなきゃそうそう、ちなみに自分は今上キングで、はい、下はケンクリの110を入れてます、高級に高級を重ねてやってますね、あ、まあ、確かにグレードなんとか合わせないとどっちか先にダメになっちゃう、ちょっといいの入れないとカッコつかない、確かに、確かに、ね、そうそうそう、遠目から見ると一緒なんですけど、あ、これ なんでなんでやってみたの、え、なんでやってみたの、なんでやってみた、なくしちゃったの、いや、これもだからあれよ、もうやることなくなってやったらいいんじゃないかなって、そうそう、そろそろやっとくかみたいな、言ってるやついねえなっていうことですよね、そうだね、いねえからもうそろそろ言っとくかと思って始めて、ちょっとスタッフ内でね、もしかしたら伝染するかと思ってちょっと観察してたんですけど、一切今んとこフォロワーがいない、ごめん本当に気づかなかった気づかないな、でも言われたらちょっと
興味あるなって。そうでしょ、もうやることなくなってきたら、ね、うん、いよいよね、別ブランドっていうのはちょっともしかしたら取り入れづらいかもしれないですけど、うん、僕昔やってたのはそのクリスキングって上下ないから、はい、逆に入れるじゃないですか、うん、やってたのはあの先輩と色違いで買って、あ、いいっすね、だから自転車好きなお二人がいたとして、うん、なんかね、クリスキング今度一緒に導入しようぜって俺は青からさ、あのお前なんか赤買える、うん、ポケモンみたいなことだ、そうそう通信ケーブルたまにたまに同時にパーツ決めしたりすることありますよね。確かに確かに、お友達同士にね、あるんか、ご夫婦なんかでね、ああそうですね、いいですね、嫁さんとね色違いの、うん、いいかもしれない、やってると思い出にもなるかもしれないっていう、うんうん、確かに、だいぶあれですからね、だいぶ肯定しようと頑張ってます。いや、そうすり替えられだいぶ肯定しようと、だいぶ好きな人じゃないと確かに確かに思いつかないですよね。確かに確かに、まあ、できるんだって思った方も多分いらっしゃるんじゃないかな。ああ確かに、まあできるんか、そうまあできるんですけどできるんですけど、まあそれを良しとしていいのかっていうところはちょっとあります。そうですね、ちょっと自己責任で、ね、はい、はい、一応僕ら止めますけどどうしてもどうしてもやりたいってなったらね、そしたらもうしょうがないっつってやっていただきます。はい、もしかしたら流行るかもしれない、はい、もしかしたら1年後にはね、上で色違いのヘッドパーツバッグ入ってるバイクカタログが、うん、でもこれ1個危ないのが、なんでこんなことするんですかって言われた時に、うん、もうやっぱ、うん、うん、でも出ない、うんうん、そしたらね、さっきのサプライズさんのカオスをね、うん、もうやることがないんだよ、やることがないんだよ、なんかメリットあるんですか、うん、人とは違う、うん、まあでもそういうのが好きな方やっぱ、あ、まあ、僕もやっぱ、あ、ちょっとやりたいなと思ってし、うん、そういうの好きな方は絶対いるんで、そう、確かに、まあ、ちらっと思いついたりするけど、やんないやつ、やんないやつ、確かにね、をやっちゃう。そうですね、ちょっと先陣切ってやってみました。まあまあ、さ、なん、もう分かってきましたね。なんか3位は、うん、面白枠でしょ。ああ、なんか、あれあべ、あべ大丈夫っす。本当なんか理解し始めてきました。来た、うん、ありがとうございます。傾向と対策が3年もやってると、3年もやってると。そうですね、確か毎年、あれすごい、確かに言われてみれば3位ちゃんと外してるもんね。んあ、やべえ中だるみは5、4位、あのちょっとまあ当てに行きつつって感じで、うん、当てに行きつつ提案系、あ、1、2は当てに行ってますから、ね、で3位はちょっと、まあ、あの本当にサプライズさんのその時の、ね、確かにその時の気分です、ね、温度で、はい、そういうのが大事です。あ、はい、じゃあ2位いきますか。はい、2位何ですか、何て言うの、ジネ、ジネ、これはあのジンですね。あ、ジンか、はい、ジン、あ、ジンでした。ジンっていうのは、まああれですよね、狂言のなんかこう縛りのないなんかこう表、うん、なんだろう、こう冊子みたいな、自分の好きな、まあ、方法で、まあ、はい、文字なのか写真なのか絵なのか、はい、まあ、いろんな方法でなんかこうね、チラシ切り抜いて貼ってもいいですけど、そういうので表現するっていうのがありますよね、なんかそういう文化が、はい、そうそうそう、これちょっと自転車と関係ね、もはやなくてあれなんですけど、はい、でなんか結構うちにもね、なんかありますね、かっこいいの入ってきてますよ ね、 ね、 ね、あ、ウエンツだって今日いいセット着てる、ああそう、ちょうどマジか仕込みか、これはどこのスウェットですか、これはピーススポーツピーススポーツのスウェット で、 そ、 で、ね、その方もね、このジン結構いいなって思いました。あ、そう、ね、写真ですよね、あの方ね、そうそうそうね、印刷もなんかすごいね、凝ってるし、そうそうそう、結構なんかうちでもなんかああいうね、ジンみたいなのでやって、あとはコーリンシックか、あ、はいはい、コーリンシック、あれもそうか、ジンみたいなもんもね、そう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 、ああいうのとか、あとはあ、サーリーも実はね、サーリーのあの何でしたっけ、真骨頂みたいな名前出てこない、あの、いやちょっとインテリジェンサー、インテリジェンサー、え、そんな感じ、多分インスティゲーター、インスティゲーターは昔あったマウンテンバイク、それもマウンテンバイク、え、あれ何でしたっけ、忘れちゃうもんですね。え、多分そうだと思う。インテリジェンサーじゃない。インテリジェンサーっぽい、ね。インテリジェンサー。そうそう、インテリジェンサー。もすごいことですよね。実はそうだよね。そうそう。このやっぱジンの話すると僕は絶対この話したいんですけど。あ、ウエンツとセット君は覚えて
ってるかいたかどうかわかんないけど、昔オンラインストアで金子さんお手製の陣ゼロ円って言ってた。知ってますよ。知ってます。知ってます。その活動を知ってるんだ。知ってるんだ。はい、あれがオンラインストアに並んでたと思うと今すごいよ、ね。いやそう。しっかりなくなるもんね。なくなってんですよね。そうゼロ円でね。ゼロ円で。ブルーラガジン。ブルーラガ。そうブルーラガジン。そうそんな会社のねコピー機を使って会社のコピー用紙。社長の根を盗んで。そう社長根を発行される。それをゼロ円でっていう。金子さんが昔の活動をね、はい、やってましたね。そう復活してほしいな。あれ見たよ。復活してほしい。まさにね、それが言いたかったんだけどね。なるほど。復活してほしいな。懐かしいですね。あの持ち上げたやつね、ちょっとまたぜひ。ぜひぜひ。後日ちょっと金子さんには直々に。お願いしたいですね。うん、出てくるかな画像。いや出てきてほしいな。撮影差し込めれるかな。あれじゃないですか。エンドの表紙のやつ。エンド、え、エンドのやつ？エンドのゴジラ。ああ、それはあれね、あれね、サーリーの本家行った時にプレゼントするって言って、そう、あのゴジラのやつだよね。あ、あれまた違う。確かにあれ超やばかったね。あとまあそのジンの話すると結構うちだとね、最近上馬店とかちょっと限、ね、あの限定じゃないけども先行で発売してたけど、あのスペースエイジか、あーそうか、スペースエイジの、 あのほらウィル君か、はいはい、が作ってあるのジン、ジンホルダー、ジンホルダ ー, ホルダ ー, ー、そう、なんか何かとちょっとこうジンに絡めてじゃないけど、なんかその、うん、そういう界隈のなんかね、僕そういうの遠いんですけど、うん、やっぱ海外の方の方がこういうの、やっぱ日本の人もやってる、やってるか、なんかね、うん、たまにいらっしゃいますけどね、なんかそうそう、個人個人個人っていうかね、なんか、うん、代々木公園店の近くにそういうお店あります。あ、本当？え？ジンショップってこと？ジンショップ。へえーえー。すごい。めっちゃおしゃれじゃん。気になる。気になる。差し込んどいて。あと、ね、何でも差し込んどいて。まあちょっと困惑してると思うんですけど。いやでも、でもなんか。いいよね、はい、かっこいいですよね、やっぱ尖ったやつ多いですよね。そうそうそう、その見てて大衆紙 で, あとさ、あれ やんないんだけど、はい、やんないんだけど、あれ見るとさ、なんかちょっと俺もやってみたいなと思 う, よ、ね、う、あ、そうね、まさにアルゼンチン、そう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 、あ、やってほしいわ、帰ってきたら 何かしらで形に残ってやってほしい、思うんですよ、本当に、あ、やってほしいの、だからその写真がいい、なんか楽しみだわ、かっこよかった、インスタに写真載っけるだけじゃなくて、はい、形になんか残したいな、ね、そうね、そう、ハードルも、ブルーラグでね、どうやって使いさせてもらって、ゼロ円で、じゃあコピー機使ってもらって1年後で、はい、そうだね、はい、現地でプリントしてもらって、あ、確かに確かに、うん、なんでね、なんかのね、もしかしたらね、あなたのね、創作意欲に火をつけるきっかけになるかもしれない一冊がね、ブルーラグで見つかるかもしれないっていう、そうですよね、これもうじゃあ来てますね、まあ、来始めて、またちょっと来始めて、うん、走り出してる、出た、はい、そうなってくるとでも1位結構エッジ効いてます、ね、あ、確かに、はい、ホールディングバイク、そうですね、ホールディングバイク、まあ、だってこれ一択じゃん、はいそうですね、弊社だとまあ、はい、ブロンプトンですかね、そう、まあ、これももうほぼ個人的なっていうか、はい、そう、まあ、単純にもうブロンプトンね、ちょっと最近興味が実は あまり行ってない、最近スタッフ間でも多いですよね、そうね、実は全員ちょっと気になってますね、そうでもなんか誰が行くんだ誰が行くんだみたいな、で、うん、もこれ本当に前にみんなで静岡に遊びた時に、僕初めてその恥ずかしながら、はい、ブロンプトンって輪行したんですけど、うん、むっちゃ楽、あー、ね、袋ちっちゃいから、まあ、新幹線って多分おそらくマナー的にはさ、後部一番後ろのさ、はいはい、広くなってるスペースに自転車、輪行バッグに入れた自転車をそこにストーンなんだけど、ブロンプトンでもう乗ってる人からしたら当たり前だって言われちゃうけど畳んでもうここ行けるから、あ、マジすごい、ここ行けるから、もう全然、もう全然よここに行け、このこうやってやるとここ行けるから、まあ、それはマジですごい、そう、ね、そう、だすごい便利だから、革命じゃん、ね、なんかちょっと輪行しようとなるとさ、自分の持っているバイクがさ、ね、結構ハードル高いというか、もう旅のなんか目的の半分が輪行みたいになっちゃうから、そう、確かにすごいいいこと言う、いいこと言うな、確かに、それをマジ省けるんじゃねえかっていう、旅行するたびに輪行するのか、輪行するたびに旅行するのか、分かんなくなっちゃった、そこがね、もうちょっとこう優雅にね、京都なんか行ったりして、確かに、そう、さっとこう、さっと駅降りて、さっとね、京都駅降りて、確かに、そう、ちょっといいな、いいな。アーダーメタルつけたいですもんね、そうなのよ、アーダーメタルとかもしね、最近なんかそういうちょっとブロンプトン使ったね、なんか面白パーツみたいなのもありますし、そうですね、うん、そうそう、これは主に今のところ代々木公園店のお取り扱い鹿児島店か
あ、そうそうですね。取り扱いあるのでね、ぜひぜひ。そうなんですよね。気になる方はっていう感じですけど。在庫ありますので、見に来てください。だから、これは社内で来るんじゃないか説っていうところの一位もありますよね。そうですね、まず社内。そうですね、なかなか共感しづらいと、もしかしたら見てる人は思うかもしれないですけど。だからサプライさんのブロンプトンなんか僕個人的に見てみたいですよね。確かに似合いそう。本当ですか？似合いそうです。ちょっとインテリっぽい人。インテリっぽい人。あら、インテリっぽい人、ね、確かに確かに、うん、そうですね。やってほしいですね、はい、ちょっとじゃあ検討しようかな。検討すんの？検討に検討を重ねて検討することを考えてる。はい、そんな感じですかね、はい、かい、うん、まあでもそれ言ったらね、去年のカーサドルじゃないけど、うん、来てるもんね、1位もね。まあ来てるも何もそうですね。ずっとブルーラグだけで言ったらまだそんなに来てるかっていうのもわかんないですけど、そうですね、もうその自転車業界だって言ってしまえば、はい、そうだね。数あるね、やっぱりそのホールディングバイクっていう世の中にあるじゃない、うん、その中でも僕たちがブロンプトンを選んでる理由っていうのはまあまあいろいろあるので、そうですね、なのでそこら辺はね、またお店なんかでもね、聞いていただいたらいいんじゃないかなと、ね、来年1年使ってちょっとね、はい、そこをちょっと、はい、うん、はい、はい、そんな感じですね。はい、そんな感じです。今年はなんかちょっと落ち着き目でしたね、ま、あ、そうですね。確かに、はい、サプライさんももしかしたらね、はい、なんかあったかな、うん、あらよし、ということで、はい、せっかくなんで今日はウエンツとね、はい、セント君にも来てもらってるんで、はい、まず1個ずつ、はい、お二人には1個ずつ予想してもらおうかなと思います。はいはいはい、じゃあこっちからウエンツは鳥にしとこうか、こうして最後になるから。あ、はい、セント君、はい、出してもらっていいですか。出します、こちらですね。ダダン、意外と可愛い字書くんだね。こちらです、はい、さっきもちょっとチラッと、チラッと出ましたね、出ましたが、はい、ダングルフットサイクルスですね。軽く説明してもらってもいいですか。はい、はい、ニューヨークの、ニューヨークの山奥みたいな、バージニア州ですね。バージニア州、ニューヨークの近く、近く隣みたいな。あ、そうなんだ、バージニア州の 山の方にある自転車店がアナログサイクルスって言うんですけど、はい、うん、そこがやってるオリジナルのバイクブランド、なるほど、フレームブランド、はい、です、うん、はい、最近ね、特集ページがあれめちゃくちゃ面白かったです。そうね、一周がブル、あの取り扱い始めますよってブログ書いてくれて、はい、それとともにね、はい、そのアナログの人たちにインタビューした特集ページがあるので、まだだって人はちょっとぜひね、このぜひ読んでください。本当に面白かった、本当に面白かった、うんうん、もうただのポットでのブランドではもちろんないので、うん、はい、確かに歴史をこうなんだろう、ね、いろんな歴史を知ってるというか、ね、うん、そうね、歴史を踏まえて作られてるブランドだなっていうのが多分分かると思う、うん、でただこれをさ、はい、見てる方はさ、まあまあまあ新しく始めたブランドだからそんなん押していくのは当たり前でしょうっていう、なかなかね、はい、はい、なかなかそういう厳しい意見もあると思うんですけど、その中でも、はい、セント君がいやいやこれは絶対来るよっていうなんか理由をちょっと厚めに、はい、うん、おお自分がでも買っちゃってる。そうなの？そうなんです、うん、あ、じゃあもうね、来るっていうしか、うん、そうですね、うん、なんで、なんでもうセント君って言ったらさ、もう、はい、みんな多分もう、ね、みんな思ってるよ、クラスバイクじゃないのかよ、クラスちゃうんか、ね、みんな思ってる、来年クラスちゃうのってなっちゃうっすよね。確かにクラスそれはなぜですか。いや、まあ来年もクラスバイクも好きだよね、もちろん大好きなんですけど、まあちょっとね、はい、ないゾーンっていうか、個人的にそうなんだ、これクラストにはないゾーンっていうのがあって、はいはいはい、まあ、あの長いじゃないですか、このバイクブランドって、うん、全長が、はいはい、それがいいんじゃないかって、なるほど、うんうんうん、っていうのは、まあ、購入の動機ですね。長いチャリが欲しいな、あ、長いチャリで泥くぶつけれるチャリ、いいチャリってなってきて、あ、確かに、あれ50ミリとか30ミリステム、うん、あ、そうね、水晶というか、うん、設定で、うん、でドロップで組むっていう、そもそもだからフレームの懐が超長くて短いステムでこうやって走る、うんうんうん、セント君、あれじゃ、あの 2モデル、2モデル入ってるんだけど、はい、どっち買ったの。ムーンシャイナーじゃない方、ムーンシャイナーハードタック、ハードタック、ハードタック、ハードタックです。もう組み上がってる。そうですね、ああ見てねえ、見てないです、まだ僕も全然乗ってないです、まだ。あ、本当ですか、はい、あ、これからです。これから乗ってなんかどんなことしたいとかありますか。やっぱり山を暴走したいですね。暴走したい、暴走したい、確かに計画的暴走そうだね、したいですねって言ってるもんね。これはじゃあ来るかって感じで行きますよ。確かに気になる。あとはやっぱあのインタビュー記事を見ちゃう、そうね、オーナーのファンになっちゃうっすね。いやいや本当に、確かにそう、ね、
あとはまあこのブランドもそうですけど、あとは長いドロップバーのチャリが、全長が長い系のドロップバーのチャリが来るんじゃねえかっていうのも、まあもう来てるんですけど、もちろん海外の方でもなんかきっかけもあるの？千徳、まあその海外のさあれもあるかもしれないけど、はい、まさにこのバイクがもうちょっとこれ刺さって、その長くて長いドロップバーのバイク、いや全体的にそうなんですよね。まあでもあのファーリーの何でしたっけ、ゴーストグラップラー、まあ、今グラップラー、グラップラーですね、グラップラーとかもそうですし、海外はねハンドメイド系のバイクブランドが結構こういうのをやってるところがちょいちょいある、うん、そうですね、で量産機で出してるところがまだ少ない、なるほど、うん、ゾーンかなっていうので、うん、早速そこに、うん、あのハマってくれたみたいな、そうですね、うん、今後乗り込んでってのレビューが気になりますね。そうですね、はい、ぜひ教えてもらいたいと思います。はい、うん、はい、こんなとこですかね。こんなとこですかね、大丈夫、はい、大丈夫です、うん、大丈夫、うん、全然いや大丈夫、ちょっとまだ乗ってないのでね、青いです、一旦このぐらいで、はい、アングルフットですね、アングルフット、アングルフット、これ付随したバッグとかも、ああそうね、可愛いんですよね、すでに人気ですね、そうそう、フィフスシーズンとか、バーテープとかね、はい、確かに売るの、ちょっとそういうのも合わせて見てほしい、うん、ぜひ、世界観がいろいろやってます、アナログサイクルさんは、うん、はい、じゃあウェンスいいですか、はい、最後の、じゃあ長いバイクつながりなんですけど、おごめんなさいちょっとちっちゃくなっちゃった、チャーシュー巻きはしない、チャーシュー巻きをしないリベンデルがもう来るんじゃない、来るんじゃないかというか、もうなるほど、まあ、来始めて走り走りそろそろもうチャーシュー巻きのムーブメント一回収めてもいいんじゃないかって、ああまあまあ確かに、はい、うん、あれってもともとは確かですよ、間違ってたらごめんなさい、はい、あのリベンデルのコルクグリップあるじゃないですか、うん、あれがないからなかった時にグランタさんが始めたんです、すげえない時期あったもんね、 あれポルトガルのキーって謎にであれがない用意できないからでグラントさんが始めたやつだった気がするんですよ、だからもうなんかあれを主ともなってるじゃないですか、まあまあまあそう、ね、僕もやってましたし、ね、もちろんダメって意味じゃないんですけど、そうそう、普通にオーリーついてるだけでかっこいいと思う、あるぜって思うんですよ、まあまあまあ確かにある全部に合うかっつったらね、そうなんですよ、なんかそうだよ、なんかだし、なんかそれをやんなきゃ正解じゃないみたいになっちゃうのも嫌じゃん、そうそうそう、リベンデルはこれですもんねってなると、いやそういうわけではないっていう、もっと、はい、なんかねもっとね自由な、はい、あそうがあってもいいんじゃないかな、数ある選択肢の一つなんだ、チャージ収巻きは、確かに確かに、はい、なんでそういうのも改めて、うん、確かにね、この間ちょうどそれこそエルゴンのエルゴグリップつけたヒルボーンを納車したんですけど、かっこいいですよね普通にそれで、まあ、そうね、はい、すごいかっこいいと思う、なんか本当そういうチャーシュー巻きが、うん、リベンデルイコールチャーシュー巻きじゃないっていうのを、はい、確かに来るというか伝えました、うん、確かに、はい、そうだね、これが来るっていうとちょっと強い言い方になっちゃうからだけど、はい、2023年はこれを伝えたい、うん、確かにそうですね、はい、2023年のバイクカタログにそうです、チャーシュー巻きじゃない、じゃあちょっと見て、はい、見届けといてもらって、はい、はい、Wi-Fi が繋がり次第、はい、通信速度は大丈夫なのかな、アルゼンチンは、分かりません本当に分からない、タイヤはどうなの現地のね、いや現地のキャリアローカルキャリアが、ね、そうだね、あればそんなことですね、で今年もこれをやったってことはもう残り数日、これは年末のあれだと思う、年末に公開ですね、はい、今年もお疲れ様でした、皆さんありがとうございました、本当に1年早かったですね、やった本当にお世話になりました、毎日毎日いっちゃうけどこれが、毎年毎年1年早かったです、うん、ね、本当にウエンツは本当に何年か、7年か確か8年目です、大御所っす、お疲れ様でした、車歴だけは長いんで、ぜひ元気に行って元気に帰ってきてください、はい、はい、じゃあ来年のね2023年年末での答え合わせを楽しみに、はい、はい、はい、してもらえたらなと思います。はい、じゃあ今年もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。